はい、こんにちは、ブルホスです。本日もね、やっていきましょう。バイオエアシルアロー。おはようございます。ちょっと待って、あれ？前回パートでスターズオフィスに行きました。で、スターズオフィスからリネイスに向かっていくときにあいつって現れるんじゃなかったっけ？ちょっと待って、聞いてないぞ。ん？マジか。そっか、知らんかった。あそこ開通させときたかったんだけど、ちょっと今からこいつを起こさないようにで、とりあえず何を今からやろうとしているかというと、ここあれだね、入ってくる前にメダルとか取っと、あれどうしたっけ、ちょっと全然覚えてない、やばいね。あー、これでいけるんだ。なんかちょっと適当にやってたら開けられちゃったから、そりゃそうだよな、ここ開けてねえもんな。でここをやつが来る前に開けとかにゃきゃいかんけん、ここはスタッフオフィス、あれだ、言えてないけどアイテムが取れてなかったね。破れた紙で双子天秤、双子天秤、あと適当でいいな。双子天秤、あ、で、あと適当、あと適当、入った。そして、ちょっと白いロングコートの裸の変態おじさんが入ってくる前に、上、これでもね、間違えたら上の方からガシャンって入ってくる可能性があるんだよな。ですね、あそこが閉じてるってことは、タイランドが入ってくることはありえないから、目の前に、現れてくる可能性もあるから気をつけましょう。こっちタイラントが出てくるから、確かハンターはここ出てこなかったはずだね。よし、じゃあピッ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 チュドンってなってるから、その音に気づいてやつが来ないかって心配なんで、大丈夫かな。相変わらずの犬神家の一族。でここはシンプルに開けれたはずだよね。ライオン殺虫じゃないよ。あれ、あった。じゃこっちか。羊、はいはいはい、オッケー。羊、めっちゃ見にくい羊。じゃあ楽勝だったね。オッケー。じゃあ戻りましょう。あれ、ちょっと待って、ゾンビ復活してんのかよ。聞いてな。で、タイランド全然遭遇せずに済みそうだ、楽勝だね。で、言ってる間に起きない。言ってる時にね、あーめっちゃいるわー、気づいた？気づいてない？向こうに行きなさい、向こうに行きたもれ。よしよし、気づいてないね、気づいてない。行ったね。よしよしよし、もうこれここまで行ったら、あとはもうハメハメしたらもう中入れるんで、よし、セーフ。ちょっともうね、今日ね、もうじいはもうね、打ち直しておきたいと思いますので。ただこれをね、ガー開けてる間になんか来そうで怖いんだけど、大丈夫かな。元からドピラが開いてる。これ、あ、閉まる仕様ないんだ、今回は。裏は。そうだったっけ？もう全然覚えてないんだよね。よし、受け取って、取って、あ、そっか。あれやっていけるから。よし、じゃあとりあえず G1 戦に向けてアイテム整理をしちゃいます。まあ弾はこのくらいで十分じゃないかな。サムライチオリジン使いたいところ。サムライチオリジンってそっか、いいか。で緑、赤、そう、あのね表編やった時にね、表編やったとき、そうだ、クレア表編をやったときに、とある過ちをしてしまったから、恥ずかしい過ちをしちゃった。
グリーンハーブを持ってきたつもりが、あのブルーとレッドしか組み合わさってない。あっ、それでダスターズマッチ。これできすぎたわ。こういうところでね、タイムロスしてね、ランクが下がっちゃうんだよ。よし、OK。じゃあ、スターズマッチ取って、ガチャコン入ります。で、これは、突起物を。ちょっと待って、へっこんでたわ。あーもうこういうのもやったかやってないっていうのを一個一個覚えとかないっていうのは、こういうのがタイムロスがもったいないんだよね。再びおっぱい見せた、おっぱい別角度からボタンを押さえた。これでもノーブラなのかな、ちょっとハーフカップ、なんかそんな話をどっかのパートでやった記憶もあるけど、まあそんなことはどうでもいい。よし、じゃあここで、これまあ2発ありゃ十分じゃないかなと思うんだけどな。わざと掴まれてからのカチャコンっていうね。で、サプレッサー取って、OK。じゃあ行きましょう。まあとりあえずコンパートはね、G1 倒してね、例のところで、セブンで切れそうって言ったら、粛々やっていくのみです。誰かいる？G1 戦かなんか一番苦労した記憶があったけど、ハンドガンだけで挑むからなんだな。ただナイフでやっちゃえばそんなに苦労することなくいけるっていうことが分かったから、あとは回復次第ってところかな。ビクともしない。さすがのコリスの妹でもここまではすることはできない。誰かいるの？大丈夫、何もしないから。いや、しかしまあなんか遠目から見たらすごい可愛い金髪のお嬢さんって感じがするのに、近くで見たらね、っていう感じがしちゃうよね。助けがいるのはあなたの方だよ。何、よく聞こえない。やっぱりあれだよね、ダークサイドクロニクルに出てくるバイオ2のキャラたちが一番美人な気がするけどね。エイダにしろ、クレアにしろ、シェリーにしろ、アネットもまだマシか。おばさん感はいっぱいある。そうでしょ、腰は隠してますみたいな処理しかしてる。あ、これあれだね、なんかよくよく見たら目の周りのさ、なんか筋肉と言っていいのか、何か細胞というか何かわからないけど、うにゅうにゅしてるのが見えるね。よし、じゃあ早速やってみましょう。 G1 戦回戦カン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 。セリフでやってみます。ちょ、きついわ。いや、これがね、現実なんですわ、本当に。ということでね、久々だな、久々でないから。無限ナイフが手に入れれれば一番楽なんだ。ちょっと待って、痛いよ痛いよ、当たってないけど。くるくる回りながら流れても上手にいけるけど、上手にいけるポン、上手にいけるポン。はい、お目目ちょうだい、はい、お目目ちょうだい、お目目どうなってる、お目目どうなってる。はい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 、はい、そんな逃げない逃げない逃げない、暴れない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 。すごい上手いこと当たらない、上手いこと当たらないな。あ、ちょっとへこんじゃった、へこんじゃった。あ、もったいない、もったいない、ダメージが。よしよしよし、ライフライフ、はい、ちょっとさあ、この一発で終わらせたい。え、あ、そっか、ナイフ差し上げちゃうのか。しまった、あの一瞬でなんかいろいろ変えれたら面白いんだけど、そんなことはいかんぜやって話が。しまった、じゃあふっと振り返って、はい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 、はい、ちょ、殴らないで私のこと掴んでちょうだい。はいはい、私のこと差し上げるから。あ、どうぞどうぞどうぞ。あ、でも頭はやっぱりダメ、おっぱいはだけど。あ、一発じゃ無理か、一発じゃ無理か、この次の一発でいけるかどうかって自信がないと。ちょっと、あ、めっちゃ荒れてるわ。オッケーオッケーオッケー、これでいけない、これでもう一発、二発、あ、無理、あ、マジっすか。あ、ダメだ。じゃあダメージ与えきれてなかったら、スタンダードでもそれはダメなのか。じゃあある程度銃でダメージをパコパコって与えとかないといけないのか。そう、跳ねきれなかったか、残念。じゃあちょっと待機して、ほい、顔面、あ、めっちゃ引っかかってる。お目目、あ、食らった食らった。よし、もうこれ、ああ、ああ、終わった終わった。なんや、それだけか。あ、じゃあやっぱ2発プラス、まあでもこれナイフがどれだけ入るか次第なんだよな。ハードコアとかやるってなったらもうちょっとダメージも、だか体力自体が高いはずだから。うーん、何なの、パパなの、了解。ま
そんなところだな。まあハードコアまでちょっと今やろうっていうね、時間と記録がないからあるんだけどさ。さてスパッツ脱ごうか。生足の方がいいと思うよ、ね、結局噛まれる面積変わらないから。もう安全よ、終わった。なんかねやっぱりね、その19歳っていう声を考えるとちょっと日本の声優さんね、うん、本当に何でもかんでもこうあれだね、何でもかんでもケチつけるのよろしくないから黙っとくか。もう大丈夫。そこにあるはしごを下ろしてもらえない？一緒にママを探して。これで一緒にママを探していいよ。こんなとこにいるの、うん、いると思う。いるんだよな、それがね。いてほしい。ええ、いいわよ、探してあげる。この屈託のない笑顔で、笑顔ではないか。ちょっとまだ半信半疑ってところだ。12歳ね、まあ、日本だとさ、その知らないおじさんについてっちゃダメとかさ、知らない人から物をもらっちゃダメみたいな教育って受けてきてるけど、海外とかだとどうなんだろうな。だって日本とかよりもさ、はるかになんかさ誘拐事件とか激しそうな感じがするもんね。うん、このところどうなんだろうな。まあ手榴弾は2個手に入った。あれ1個どこで拾ったんだろう。違うな、忘れたな。まあいっか。よし、じゃあ登っていきましょう。てかラクーンシティもさ、 なんか何十万人抱える都市って考えるとさ、警察署って結構少ないよね。取り調べ室も1箇所しかないしね、3階、4階までしかないし、なぜか時計塔あるし、まあそんな細かい話はどうでもいいか。じゃあチェリーちゃんとね一緒にね次進んでいきましょうか。無視して走ってて、あ、なんかでも可愛い、あの小刻みに走ってるの可愛かったな今のね。動かないの、かっちゃん、ん、すごい。手の位置おかしくなかった。じゃあ届くまで巨乳を堪能してください。まあ、この ね約15年後にチェリーのたわわに実ってますから。アンブレラでお仕事して大切なお薬を作ってるの。アンブレラ、あの製薬会社。じゃあ、もう間もなくねセーブポイントに行きます。で、最後まで、ね、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回はちょっとねゲス野郎が現れてくるパートにはなるんですけれども、まあね、あの無事なんとか次進めていきたいというふうに思いますんで、また、次回パートもご視聴楽しんでいただけたらというふうに思います。とりあえずアイテム整理して次回の、ね、準備だけ整えたらコンパートね終了としたいと思います。はい。いやー大変だけど楽しいね、バイオってね、やっぱりね。うん、なんかあの毎回その生きるか死ぬかの瀬戸際をドキドキ楽しめるっていうのがね、だからね、あのいろんな実況者さん見てたらやっぱプロとかいるけど、僕はそんなレベルまで極めるほどね時間使ってるわけじゃないから、やっぱり死ぬか死なないかのねちょっと瀬戸際なんだけどね。あ、会話遮ってた、めっちゃごめんなさい、すいません。じゃあこの会話が終わったらね終了させていただきます。ぜひねチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら、よりねおっぱいを皆さんに見せていきたいというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。では終わりかな。はい、じゃあお疲れ様でした、さよなら、バイバイ。